キちゃんは仕事を覚えるのが早くて助かるよ。そんな、店長さんのご指導が親切だからですよ。本当にいい子だね。まだ学生だってのに親御さんを亡くして隣町からバイトに来てるのよ。あら、そうなの？それは苦労してるだろうね。かわいいお花を仕事中に見られるなんて、やっぱりお花屋さんは素敵だわ。よし、あとはこれを移動して。あ、すいません。ごめんなさい、私ったら。お顔傷つけませんでした？ああ、大丈夫だ。あら、和彦くんじゃない。今日も生け花のお花？はい。紹介するわね。この子は先週から入ってくれたバイトのみゆきちゃん。和彦くんはうちのお得意様なの。昔は可愛いお坊ちゃんだったのに、今じゃこんないい男になって。店長、俺の話はいい。もう照れちゃって。お花包んでくるから待ってて。何か？あ、いえ。生け花をされるんですか？少しだけな。素敵です。昔母がやっていて、私もできるようになりたくて習ったんですけど、なかなか上手にならなくてやめちゃったんです。花を生けてる時は楽しいと思えたか？はい、もちろん。それなら、うまい下手は関係ねえよ。うまく作品を作れても楽しめなければもったいないからな。はい、お待たせ。今日はトルコキキョウね。なるほど。ありがとう。じゃあな。ありがとうね。ありがとうございました。なんだか綺麗な人。教えてください。花を生けるポイント、やっぱり日頃からお花に触れてる人に聞くのが一番早いと思って。別に俺も趣味でやってるだけで、日頃からってわけじゃ。でもあなたは生け花の魅力がわかる人ですもの。あなたがどうやってお花を生けているのか知りたいんです。どうか。俺の感性でいいなら。ありがとうございます。明日お時間あります？私のバイトの時間に合わせて来てもらうのは申し訳ないですし、何よりたくさんお話ししたいので。俺は構わねえが。じゃあ決まりですね。これ私の連絡先です。明日楽しみにしてます。ああ。